スティーブン・ウェイ・スミスは、アメリカ合衆国の司会者、スポーツジャーナリストである。スミスは、ウォルト・ディズニー・カンパニー参加のスポーツ専門チャンネルで、ある ESPN のスポーツ論評番組、ファーストテイクのコメンテーターであり、マックス・ケラーマンやモーリー・ケリムと共演している。スミスは、スポーツセンターの NBA アナリストとしても、頻繁に出演している。スミスはまた、 NBA カウントダウンの ESPN 及び ESPN の NBA ブロードキャストの NBA アナリストでもある。また ESPN ラジオでスティーブン・ A ・スミス賞を主催しているほか ESPNNY.com、ESPN.com ES、フィラデルフィア・インクワイアラーの特集コラムニストを務める。2009年のスミス2021年7月12日、ESPN ファーストテイク番組内において、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が、英語の通訳を介して、メディアと話すことを好むことは、ゲームに悪い影響を与えると発言し、野球の顔である選手が、通訳を必要とするような人物であることは、助けにならないと思うとも述べた。他のジャーナリストから、彼の発言がゼノフォビックであり、不適切だと指摘された。 同日午後遅く、自身のツイッターアカウントで、本当に申し訳ありませんでした。どんなコミュニティ特に、アジア人のコミュニティや大谷翔平選手自身を、不快にさせるつもりはありませんでしたと、大谷選手だけではなく、アジア系の人たちへの謝意も伝えた。翌7月13日の同番組内において、約5分半の謝罪スピーチが行われ、 問題発言は彼自身の愚かさに起因するもので、親会社のディズニー、ESPN、番組責任者とは無関係であることも強調した。ありがとうございます。